新名神高速道路のトンネルと橋。新名神高速道路のトンネルと橋は、新名神高速道路にあるトンネルと橋についてまとめた項である。鈴鹿国定公園内に位置し、当初は4車線幅での共用予定で施行された亀山西 JGT の合流車線が鈴鹿トンネル付近まで建設される予定だったため、施行が比較的早かった下り線が、 道路幅員が広く遅かった上り線では道路幅員が狭くなっている。上り線は暫定4車線規格の2車線共用であるが、下り線は完成6車線規格の3車線共用中。上り線は暫定4車線規格の2車線共用であるが、下り線は完成6車線規格の3車線共用中。鈴鹿トンネルの西高校付近に枯設されており、 新名神高速道路共用区間中では珍しい防風兵器が設置されていい。下り線部分は滋賀県内で初めて着工された箇所で、付近には第二名神滋賀県機構の地記念碑が旧土山町によって建てられた。上り線は暫定4車線規格の2車線共用であるが、下り線は完成6車線規格の3車線共用中。 上り線は暫定4車線規格の2車線共用であるが、下り線は完成6車線規格の3車線共用中。新名神高速道路上り線から土山 SA のランプ上にかけられたランプ橋であり、新名神高速道路本線上にかかる橋梁ではない。一行が土山 IC 京都方面ランプ直後に仮設されており、上り線橋梁の左側には、 高賀土山 ic へ流出する高賀土山 b ランプ橋が仮設されている。新名神高速道路をまたぐ古道橋であり、新名神高速道路本線上にかかる橋梁ではない。新名神高速道路をまたぐ古道橋であり、新名神高速道路本線上にかかる橋梁ではない。新名神高速道路をまたぐ古道橋であり。 新明神高速道路本線上にかかる橋梁ではない。額縁地橋脚を採用し、蕎麦川橋や池田高架橋と一体的な構造。額縁地橋脚を採用し、高野高架橋や池田高架橋と一体的な構造。額縁地橋脚を採用し、高野高架橋や蕎麦川橋と一体的な構造。新明神高速道路をまたぐ、古道橋であり、 新名神高速道路本線上に架かる橋梁ではなく、滋賀県道133号伊賀港南線の橋梁である。上下線橋梁の両側には新名神高速道路、港南 IC、PA 名古屋方面の港南 A ランプ橋、港南 B ランプ橋が並行して仮設されている。建設工事中に橋を支える西側にある上下線の橋台2機が 森土が大量の雨水を含み膨張するなどとして、平行方向に最大1 0トル、垂直方向に最大6トルずれていることが分かった。旧日本道路公団 JH は、森土の中に排水管を追加し、2機の橋台の間に井戸を掘って、水を抜いたほか、橋台を支えている杭を2倍に増やすなどの補強工事を約90円かけていった。 J1 側は、試行上、10センチメートルの誤差は、許容範囲内で、補強対策もいったので安全性に、問題はないとしている。トンネル内で、ハイウェイラジオ、湖南トンネル上り下りを放送している。メタル払いドランプを用いた片側照明方式、出入口付近は、両側設置を採用しており、同じ照明方式の根性3トンネルとともに、 社団法人証明学会の2008年、証明普及賞優秀施設賞を受賞した。暫定4車線での強用であり、トンネル内部の速報余裕は、誤走行を防ぐためにラバーポールで分離されている。トンネル内に限らず、完成6車線規格での施行部は、同じ対応をとっている。新宮神社遺跡が、本線工事中に発掘され、2001年2月に、 滋賀県教育委員会と滋賀木町教育委員会が、旧日本道路公団 JH に保存を要請。2001年11月28日に、両教育委員会と JH が、滋賀木 IC のランプ橋脚警本を東に20メートルずつ、遺跡西側の本線にある東橋の橋脚2本を東20メートルずつずらす計画変更で合意した。これにより、 一跡の喪失を免れることができたが、工費が4000万円増加し、工事の着工も1年遅れた。新名新高速道路をまたぐ、古道橋であり、新名新高速道路本線上にかかる橋梁では、ない。仮称は、立東トンネルで、共用済みの区間では3番目に長いトンネルである。トンネル内で、ハイウェイラジオ、根昇山トンネル上り下りを放送している。 メタルハライドランプを用いた片側照明方式、出入り口付近は、両側設置を採用しており、同じ照明方式の高難トンネルとともに、社団法人照明学会の2008年、照明普及賞優秀施設賞を受賞した。また、メタルハライドランプの新規開発により、今週3トンネルでは、以下の表の通り、設置個数が削減できた。暫定4車線での用であり、 トンネル内部の速報余裕は、誤走行を防ぐためにラバーポールで分離されている。トンネル内に限らず、完成6車線規格での試行部は、同じ対応をとっている。下り線、TBM の平均月新記録で、国内新記録を更新した。根性山という山は存在せずに、周囲の山を総称して、根性山、根性山地と呼び、通過しているのは竜王山である。 亀山 JGT のランプ橋で東名阪自動車道下り線から新名神高速道路上り線へのランプ亀山 JGT のランプ橋で東名阪自動車道上り線から新名神高速道路下り線へのランプ亀山 JGT のランプ橋で新名神高速道路上り線から東名阪自動車道下り線へのランプ連絡路規格のトンネルであるために 共用中他三トンネルよりも規格が低く施行されている。大津 JCT のランプ橋で壁面に定位置照明を設置している。大津 JCT のランプ橋で壁面に定位置照明を設置している。大津連絡六大線から草津多上 IC へのランプ場にかけられたランプ橋であり、新名新高速道路本線上にかかる橋梁ではない。 草津 JCT のランプ橋で、名神高速道路下り線から、新名神高速道路上り線へ向かうランプである。車線は1車線運用、2車線工事済み。草津 JCT のランプ橋で、名神高速道路上り線から、新名神高速道路上り線へ向かうランプである。車線は2車線運用。草津 JCT のランプ橋で、名神高速道路上り線から、 新名神高速道路上り線へ向かうランプの名神高速道路上り線から分岐した直後に仮設されている。草津 JCT のランプ橋で新名神高速道路下り線から名神高速道路上り線へ向かうランプに仮設されている。車線は1車線運用、2車線工事済み。草津 JCT のランプ橋で新名神高速道路下り線から 名神高速道路下り線へ向かうランプに仮設されている。草津 JCT のランプ橋で、名神高速道路下り線及び、新名神高速道路下り線から、草津 PA 下り線へ向かうランプに仮設されている。2016年、平成28年4月22日、午後4時半ごろ、神戸市北区道場町の有馬川橋、橋梁工事現場で、 鋼鉄製の橋桁取り付け作業中に長さ120メートル、重さ1350トンの橋桁の片方が国道176号上に落下する事故が発生。この事故により現場作業員10名が巻き添えとなり、うち2名が死亡する事態となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。